こんばんは、川瀬アンナです。ミストオスポ2020応援本当にありがとうございました。こちらのコーナーにも皆さんのおかげで3回出演させていただくことができました。25日にグランプリの発表があるので、私と一緒にグランプリを取ってることを願っててくれたら嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは、ヤシンウイです。皆様のおかげで3回目のテレビ出演となりました。ありがとうございます。そしてミスとオスポ2020選考オーディション、お疲れ様でした。私は福岡から東京に来て、約半年、いろんなことがあって皆様の応援と、励ましでここまでやってこれたと思います。25日の結果祈っててください。よろしくお願いします。ド M すぎるグラドル、空城のんです。ド M の M は真面目の意味です。4ヶ月間にわたるミスとオスポ2020オーディション、応援ありがとうございました。結果はまだ分かりませんが、皆さんが全力で応援してくださったので、のんも悔いはありません。来年2020年は活動の幅をもっと広げていきたいと思いますので、引き続きのんと一緒に楽しい思い出を作りましょう。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんばんは、緑川千尋です。ミストスポ2020選考オーディション、たくさん応援していただき本当にありがとうございました。私にとって人生初のサバイバルオーディションでした。緊張することもたくさんありましたが、皆様のおかげでとっても楽しくやることができました。12月25日の結果発表、ぜひ足を運んでください。バイバーイ。クルーデギムツと申します。ミスとオスポたくさんの応援ありがとうございました。結果発表は25日です。ぜひお会いしましょう。普段お芝居の仕事をメインで活動しているのですが、これを機にグラビアのお仕事たくさんできたらいいなと思っているので、今後とも応援よろしくお願いします。めっちゃんでした。